JLPT-N4 がする。隣の部屋から音が聞こえます。隣の部屋から音がします。新幹線で隣の人がお弁当を食べています。匂いがします。食べました。甘いです。味がします。がします。意味は音、声、味、匂い、香り、感じを言うときに使います。終わり。